さあ次の試合、ウズさんのクティーラ、またしてもクティーラであると、リベスさんのクティーラ、クティーラ、クティーラ、さあスマートなクティーラが勝つのか、ウズなクティーラが勝つのか。ウズなクティーラってなんだ、なんだ、なんだウズなクティーラわかんねえ俺も、ウブって言いたかったのか多分、どこがウブかわかんねえけど、言ってないでよよくあることです。なんだって、なんか欲しいとか言う人が、僕のブラボーもスマートとか言い出してますけど大丈夫ですか。あの人ないな。さあ23連勝してますね。スマートっていうかもうあざといっていうか強欲ですねこれ。単純なさすがである。まあ言いそうですね。さあいつものタコスミカラーのクティーラ、それに対して白色のマジで大丈夫ですか、大丈夫ですか今の白色のクティーラ。ああなるほど、タコスミ料理食ったことないんだ俺。さあ化身漏れたのか、確認、素晴らしい。何もなんか当たってたかあ、なるほど。あ、巨神を出して無敵になってかわした後に2A を差し込む。あ、そういえば俺前それやられて死んだわ。うん、クソゲーだーとか思いながらいや、お前もあなたもいいよったこの男いやいや同じキャラなんで見た目的には。さあそんなこと言ってる間に体力はそう、さあカウンターからきっちり決めた。さあ一気に体力リードだが1割これを触れるのは、なるほど、クティーラナンバーワン決定戦、本当か。あー実際いないや、まあいい。でさあこのまま砲台モードに入ったと思ったら攻めた、表裏がよく分かんないことになって、ラウンド取るのは、スマートなクティーラ、スマートさん。いやリベスさんといったらスマートじゃないですか、これ定説なんで。いやーマジでスマートっすよ。あのなんだっけ、なんちゃらのキー、なんちゃらの鍵、なんだあれ、ソロモンソロモンの鍵がね、非常にスマートな展開を見せまして、その結果彼はスマートリベースという称号を手に入れたんですよ。そうそうそう、話し合おう。同じ選手はずっとやってるまああのゲーム知らないとそういうことになるんで仕方ないですよ。さあそんなこと言ってる間にリベースさんのクティーラが勝ち。さあさあ50円あげるからと賄賂の要求をしたけどリベスタン拒否、スマートだ。さあクティーラ頂点の決定戦が500円だって。500円、300円、おいおい値切り合戦か。300だって安いな、おい安いな、ダメだって上がった600上げた。350と提案に対して600、さあ考える、月曜のフリップ代、さあどうする、どうする、700、上がった釣り上がった、出さなかったから。月曜のフリップって確か500円ですよ、大丈夫ですか。当初の値段はの達成してますけど。さあ1P 側リベスさんのクティーラ、 2P 側がインタイゼさんのクティーラ。さあまず触ったのは 2P 側だが、一連のワンコンボを決めたのは 1P 側のクティーラ、しかし大した収入にはならず。さあ周りがねフリーダムすぎてね、もう実況やってていいのか俺みたいなね、やってていい、やらないとダメなんですけどね、気になって気になっても、あーどうなんすかね、ろくなことにならないからあんま入りたくはないですけど、ね、なこと言ってる間に 2P 側のクティーラがダメージ有利を取っている。さあ藤井さんが欲しがっている、やはりさすがである。さあはい、シフトからきっちり削り切って
まずは 2P 側のクティーラーの勝利。さあ500円払わなくても勝てるわこのゲームと。だがまだ終わってないぞ。大丈夫かそんなこと言って。最近フラグの回収が流行ってるそうなんで気をつけた方がいいですよ。さあ引退フラグも回収してしまうのか。そんなこと言ってる間にダメージは、ああ今ので5分だった。さあ後ろが危ないワード飛び出してるんですか。大丈夫ですか。何今日なんか今日卑猥なワード飛び交ってんすけど。さあ金曜の夜さすがである。さあ試合はあまり大きなダメージは取らず進行しているが、原始的にはどちらがいきなり爆発してもおかしくないとか言ってる間に爆炎ってなんであんな変の一ゲージでおかしく。さあえなんだって。そっておっとついにスパキャンから、まだ終わってないですよ。関田どうとしましたけど。さあラウンドは5分。ゲージはしかし 2P 側が3ゲージ触られると怖い。クティーラ走行薄いっすからね。さあなかなか触るきっかけをつかませたくなかったが、化身からスパキャンのつなぎはミスった。ワンチャン来た。あーカウンター指導、安い、安く済んだ。まだいける。勝ったのは薄い本さんのクティーラ。クティーラ、クティーラチーム順調な勝ち上がり。いやー負けちゃうか、負けちゃったか。まあね、連日の疲れがいいんです。こんなもんす。マウのやりすぎか。さあ次は、ベインさん、テグニさん、ベインさん、テグニさん、ベインさんはいた、テグニさんが、はい来たと、オルルさんとメノーさん、オルル日記かっこマルル、オルルだよな。オルルさん、オルルさん、あ、もうじゃんけんしてた。さあどっちが出るのか。先出しはオルルさんのチーム。じゃあメノーさんが先に出ます。 1P 側は、1P 側がベインさん、テグニさんのチーム。で 2P 側がオルルさん、メノーさんのチーム。2P 側はメノーさんが先出しに対して来るのは、テクニさんがあそこに立ってるということは、ベインさんが、ベインさんのベイン対、メノーさんのベイン。また同キャラか。ベインベイン、ベイン、ベインさんのベイン対メノーさんのベイン。はよ当てみ、はよ脳ゲージアトミ。本当に、あー負けた。C連打直前でやめたが、向こうは D を越していた。厚かましい。さあダメージリードを取っているのは、1P 側。なんかやってもうたっていう声が向こうから聞こえた気がしたが。さあ瞬間移動で周りを詰めて、いつもの3連撃を決めていく。いいダメージというかゲージ回収が多い。さあくれた、はいはい、ゲージ回収して、はい、スパキャンでまずはゲージを吐いていく。コンスタントにゲージを吐いていく感じか。さあなぎなぎとドラゴンボールのヤムチャ視点でお送りしております。昇竜拳 EX 好きすくね。さあお互い、おっと、さあ当て身を決めて渾身のドヤ顔、チラッチラッとドヤ顔、ドヤコンボ食らい、コンボ当てながら、おーできる。さあ昇竜を呼んでか誘ってか、バックジャンプからの空中飛び道具。さあ
ワンラウンド取るのはメノワさん。おい、オルルさんと何かアイコンタクトを取ってる間に開幕 D を食らってるが大丈夫かこれ。さあしかし一連のコンボを決めて、はい、スパキャンからのドヤ顔、はい、できる。さあこっち見なくていいから画面見て、画面やばい。さあまた当て身ゲージがあとちょっとで溜まるぞ。昇竜拳カウンター美味しい。はいはいはい、ドヤ、ワンコンボを決めるためにドヤ顔。しかし勝っているから何も言えない。さあチェッチ飛び道具を巻いてのラッシュ。3ゲージ溜まったぞ相手は。さあガード成功してドヤ顔できる。当て身しかやっていない波動シーン波動の連続攻撃と当て身しかやってないけど、それでも勝っちゃった。できる。さあ続いてはテグニさんのエルメス対オルルさんのルイ。さあオルルさん前回負けているんだけどと。オルルニッキね、あれやべ、負けた。バッドエンド出てるよ。バッドエンドエルルと。オルルさん顔出しまだ。顔出し入ってんまあ。オルルニッキバッドエンド出るんだけどどうしたらいいのこれ。そうだよ、顔出したの結局時短さんじゃないですか。なんでオルルさんが映ってないですかあれ。おかしくないですか。さあやっと始まる。ワンピー側がティフニーさん、ニピー側がオルルさん。さあ第1ラウンド始まってからの、はい、開幕安定の酒蹴りのゲージため。いやーいい技ですねあれ、本当爆発してくれないかな。さあしかしダメージリード、まず先に触っていくのはエルメス。ジャンシーが刺さる、そこから何も発展しないのがもったいないところ。カウンターしたけど何も入れられない。さあ詰める詰める、ルイが詰めていくが難なく逃げるエルメス。さあいつもの設置をして前に出る。さあジャンシー引っかかったが特に何も発展せず、まあ攻め継続だが空中無知を透かして3段決めてるが、まあでかい収入にはなっていない。さあもやもやした時間が続く。さあなんで設置してないんださあ中段からの燃えちゃえ。さああよろけで大きく後ろに行くんで、大きなよろけね、イランお世話なんですよね。さあ出たー、ズザザザからのエキシード、はい、できるかな。できたー。いやーバトンじゃなくてトゥルーエンドになってる。トゥルーエンド、まだけど、まだ今すごい分岐点、分岐点。さあここからが大事だ。ゲージを吐いた後の次のラウンド、ここでゲージをどんだけ回収して余震場勝てるかが見どころだが、さあダメージリード、あーこれ危ないか、追撃いかず。さあ3ゲージが怖い、いつ光になるか分かったもんではない。はいはい、ピッカ光になれならなかった。がクーポン決めて、はい、ラウンド取り返すテグニさんのエルメス。さあゲージ状況的にはルイが2ゲージ、これは非常にまずいですね。エルメス側的にはルイがこうしてる間にどんどんゲージが溜まっていく。さあ次触れられるとゲージが溜まって死んでしまうぞ。体力的にも多分あれは殺せる、いやちょっと残るかライトニング。さあひどいな命名だ、クソルか。さあいつものコンボが決まって、はい設置を置いて、さあギャラリー大盛り上がりである。大丈夫大丈夫、疲れるなこれ
さあ3ゲージを抱えているルイに対して2ゲージとちょい、おい多分今のはタクティカル漏れだなびっくりして当たる。さあゲージはないのでとりあえず置いておく。さあおっこれは、はい確定の防御、手を出しちゃうと当たるあれはヒゲさんか、いいんすか店員に。さあ それどころじゃない。さあヒゲさんがオルルさんが負けたことによりヒゲさんが爆発。メロさんメロさん、手振りサンダーに気をつけるか。二段進行ってまだ、いや違うよ。さあなんだっけ、あ、手振りドラゴンさん一気にかけてくんだ。さあ 1P 側がテクニさんのエルメスに対して 2P 側が、メノーさんの、ベイン。ドヤ顔、さあドヤ顔もう一回。さあ2位ドヤ顔をいただきました。たまると何かいいことあるんすか。何回目が当ててるんだえ違うんすか。ドヤ顔ポイントを貯めてメノーさんから何かがもらえる。さあ攻めるのはエルメスだが、はい、ダメージを取っ先にダメージを取ったのはベイン。しかし大したダメージはならず継承。さあお互い飛び道具による牽制合戦。ただテクニさんのサンダーがうなる。さあエルメス側はゲージをどんどん回収しているが、ベイン側まだ当て身ゲージがまだ0本。苦しい。なんとかして1本貯めた。さあ置き攻めはちゃんとガードして、さあしかしまだベインのターンが続く。ベインが攻めるが疲れた。ベインさん息切れした。さあ防御からエリアルを決めていいダメージが入って投げから、はいクーコン残りちょっと。さああの体力だと、まあ攻めるしかないが、ゲージを攻めて回収したかった。さあラウンド取るのはテグニさんのエルメス。さあ開幕飛び込んで刺さったがその後ついてない、残念。さあもう一回、はい燃えちゃえ。あんな声出せるかっつうの。さあ声真似失敗して、さあまた、はい2セット決まった。3ゲージ、かっこいい3ゲージだったが、そして光になれ。勝ったのはテグニさんのエルメス、おめでとうございます。さあ続いて小籠包お化けさんと当て身お化けさん、お化けコンビ、はいいますね。はい対して、貞子勢さんと雫さん、はいじゃんけん、あれ貞子勢さんと雫さんあれいない、あれ違う、雫さんだよね。ビビって危険かビビったか、雫さんビビったか。雫さんはどちらにいらっしゃいますか。ガロをやってる、早く来い。おい、しずくお願いします、しずくさん、試合です。はい、はい、顔ぶれ合宿優勝のしずくさん、はい、勇気振り絞って現れたか。さあ、来ました、じゃんけん、とりあえずじゃんけん、はよ。お願いした、あてみ先生よ。よし、はい、勝って、勝って、どうすんの。あ、後決めで、はい、じゃあどちらが先に出ますか。さあ、しずくさんが先に出る。さあ、しずくさんのセリア対して出たのは、はい、小籠包お化け。まあね、名前だけでもう誰かってね、なんとなく分かるあたりね、えぐいっすね。どれだけどれだけ小籠包がみんなの心に深い傷を残したか。さあセレクト技も安心の小籠包。
誰か餃子開発してやれよ。小籠包しかやってねえぞみんな。餃子に誰か愛の手を当ててやれよ。まあよ。ね。リターンないし、あれ判定強いかっていうと相当あれだし。さあ大パンしました。はい、ワン大パン大丈夫ですか。当店大パン禁止のはずです。さあ小籠包がうなって、雫さん怒りの3段。さあ EX で攻めを継続しつつと思った。はい、小籠包が決まる。まあね、あれは切れたくなるね。なんであれ無敵あんのか意味わかんねえしね。なんで全身無敵なんて。さあしかし体力は、体力状況はそんなに悪くない。むしろミニクティーラがテコテコ歩いてちょいちゃぶ台で設置を除去。はいはい、ワンチャン。はい、スパキャン出なかった。あー、勝ちが遠のいたぞ。しかし遠距離戦で拒否拒否拒否。まあ小籠包負けも諦めてゲージために。さあ時間発電に入りましたが、さあ引っかかってエクシーの先生スパキャンで十分だったと思います。いや当たってたから、ヒットからだから。ガードならわかるけどよ。おかしいってそこ読み合いって。さあブーストが決まってダウンを取る。あれは優秀です。さあ攻めているのはセリア。しかし相手は妖怪小籠包。3ゲージ溜まってしまったらお前は死んでしまう。しかしゲージを溜める暇も与えることなく、まあ遠距離戦ができるんでゲージ溜めに行ったところをダメージ取りに行けますからね。さあダブラリ、あれもなかなかひどい技です。てかひどい技しかない気がする。さあ小籠包かわして、てか妖怪小籠包がわけ。このラウンド小籠包少ない、1回しか打ってないぞまだ。さあワンコンボ決めて、さあゲージは3ゲージにもうちょっとでなるが設置が邪魔である。さあミニクティーラが猛威を振るっている。危ない今のは。さあもっと設置を置く暇を与えない作戦にシフトしたが出ていた。さあ決まった、小籠包スパキャンから。はい、カツオチキン美味しいよ。さあ美味しくいただかれましたセリア。わかんない、置いといて。さあ続いては当て身お化け対貞子勢さんの類お化け対決。貞子はお化けじゃねえよ。さあそれはもうね、みんなよくわかってる。デビルスタンプで発電して鏡で発散するという、まあなんとも素晴らしい永久機関ですね。それに対してまあ貞子勢さんも、あ、どうだろう。普通って言いかけたけど普通ってなんだと思って。さあ貞子勢さん、まあヒゲさんを倒して勝ち上がってきてるんで、さあこれもまた優勝候補なんじゃないですかね。さあ第1ラウンド、はい、ルイが攻める。攻めが強いルイだからねえよ、まだゲージまだゲージねえから。さあ発電する暇を与えない。しかしはい、こう当て身お化けとはいうものの、まあ何気にバニーを組み込んでいるのでデビルスタンプかなと思ってフラット近づくとバニーが、おーい、さすがに無理だろう今の。何が見えたなあ、何が見えたんだ。さあそんなこと言ってる間にレインボーが決まってラウンド取るのはルイね。笑ってるだけじゃねえかよ、大丈夫か。さあしかし実際のところ発電できないとかなり苦しい組み合わせですね。
さあマリリンがちょっと早すぎた、前転狩りにならなかった。さあ攻める攻めるが逃げた。なんかルイカはもう発電したくなったがやっぱり戻ってきた何のためのバックだったか今。さあ1ゲージ溜まるやいだや、リンゴを無理やり食わせに行くのだ。はい3ゲージ溜まっちゃって、あーミスった、またミスった。あーさあいいダメージだ。あーだ俺は何と言えばいいんだこれはいやー今ね、今超飛び込みましたねルイの胸元に。さあ決定戦というか、小籠包お化け対サダコゼさん。さあね、お化けが勝つか、まあなんだ、なんと言ったらいいのか。貞子妖怪じゃねえしな、なんだ天然痘、最後の天然痘患者って言うと分かんねえ人多いしな。あれさあ出たメロウさんの系譜あれ藤井さんじゃないですか。さあさあこの貞子勢は井戸から飛び出してくるっていう生優しいことはしてくれません。もう丸見えの状態から突っ込んでいきますが、さあ小籠包の前には役に立たないのか。さあもう EX 引っかかっただけで5割減っている、怖えな。さあぐるぐる回る、はい3段入るが、まあすごい。さあクソゲーが始まった。おっとスパキャンしない、基準がわからない。はいさすがにスパキャン、ソーセージから、はいカツオチキンとっても美味しいよ。さあ1ラウンド取るのは、はい小籠包お化け。さあ貞子の力を見せてほしいところです。貞子って言うんだから超能力くらい使えよ投資能力とかあんだろお前、その投資能力で未来を見るんや。しかし小籠包の未来は見えない、未来日記は見えなかった。さあ小籠包が入って3ゲージ溜まっちゃう。さあたまらずエクシード、あーバッドエンドならしょうがない。はいソーセージからエクシード、はいさあ料理を無理やり食わせるフルコース、はい中華一番、中華は時間との勝負です。勝ったのは小籠包負け。さあ勝ち上がり、やはり優勝候補。はいでは次通り、と確か通りさんと父さん入る、お江戸さんと、ロリータさん、はいいました。じゃあじゃんけんお願いします。後出し、はいでは先出しする号どっちが出ますか。お江戸さんが先に出るに対して、ごめんわかんない、どっちしあなた、通りさん、通りさん、はい通りさん、浮くのそれもしかして、その50円、その置いてあった、置いてあった、さっきからずっと置いてある、あそこに。俺何しよう、俺に渡してくる貯金です。そんな、なんかリアルバウトとか月下に乱入してこないんじゃないですかね。嫌でした。ギタルゲームやっていいの。え、なんでもない。さあ準備運動を始めた屈伸運動、気合いバッチリである。ドヤ顔チームやで、ドヤ顔チーム。さあ入念な準備運動、これは期待が持てる。お江戸さん、これ意味あるの分かんないけど、きっとあるんでしょう。膝が痛い、膝が痛いだけだった。さあゾンビカラーのサーベラスが通りさん、そしてなんかエルメスがお江戸さん。さあ D スライサー、 D スライサー滑ってゴー、クソゲーでゴー。リバサーサベコプターを実戦投入してきてる
いや俺もね、俺それダディさんにやられたけどな。それさすがにわかるよ。むしろ滑ってゴーで暴れた方が安全なまであるからね、あれ。ほぼ全体用の置き攻めがあれで。ていうかお前スラッシュビートあるのになんでサメコプターするん。釣り合いないじゃないですか。羽ばたきたかった。さあこれがサーベラス。さあそんなこと言ってない間に勝ったのラウンド取ってるのはサーベラス。さすがである。さああのロリータ野郎、あのロリータ野郎、なんでディスライムできねえかな。あんなね、あったらね、もうみんなサーベラス使うよ。クソゲーじゃないか多分。さあ快楽を決めての1ドヤ顔。さあやっと調子が出てきた。なぜかロリータさんがドヤ顔。コメントしづらいっす、あれは。なんと言っていいのか。さあエクシード、さあ前転こすっているが羽ばたいて、まだゲージがあって、はい、アローから、はい、ガッツポーズ。トーリさん思わずガッツポーズの、はい、トーリさんの勝ち。